どうも、サシコンでございます。またもや新婦紹介スタンスパンクスの世界全滅シングルですね。アルバムかと思ったんですけどね、値段的にこれ2000円だったんだけど、いや、なんか冬になんかあのアルバムが発売されると思って、あ、これなんか出てるみたいな感じで買ったら、まあシングルでした。はい、新曲の世界全滅という曲が入ってて、で、まああの前回紹介したあのライブ DVD のね、ラストダンスの君とツアーの一部のね、ライブ音源が入ってるということで、まあ2000円、うん、まあのライブ音源4曲と、まあ、新曲が1曲5曲で2000円っていうと、まあ、高いか安いかはね別としてね、僕はねそれでも聞き応えのある曲だと思いました。いや、ちょうどねライブ音源ねなんか欲しいなと思ってたんですけどね、タイムリーに乗ってましたよ本当に。しかもノーボイノークライが入ってる時点で俺嬉しい。俺あんまりナルトとか見てなかったんだけどね、うん、ステイヤングも大好きだしね、ザ・ワード・イズ・マイン、このワード・イズ・マインのね、もう PV なんか衝撃的でしたからね。当時 YouTuber もいなかったからね、そういう迷惑系 YouTuber で、もう迷惑系 YouTuber っぽいことしてたんだけど、でもそれはもはやね迷惑系ではなかった、もうパンクだなと思った、うん、まあそれでまあなんかあの YouTuber は悪だ、パンクスはいいとか、そういうなんかあんまり差別化はしたくないんだけど、してしまいましたね。はい、うん、まあ金ちゃんが抜けての最後の、最後じゃない、金ちゃんが抜けてからの初めてのシングルなんだけど、いや、まあ、特にサウンド面で言うとね、いい感じですね。もう、ギターはね、遠藤さんっていう、ちょっとあんまりちょっとわからないんだけど、どなたかわからないんだけど、うん、すいません、ちょっとあんまりちょっとにわかでごめんなさいね、本当に。へぇー、しょ。いやー、素晴らしい。ハローベイベー、僕はこの歌をなんだなんだロケンド。鶴さんが作詞作曲してるんですね。だいたい哲司さんか鶴ちゃんのどっちかが曲作ってると。まああの特に喋ることはもうないんだけどね。うん、あのどちらかというとこの新曲よりあのライブ音源の方をめちゃくちゃ聴きまくってます。はい、もう正直に答えます。というわけで世界全滅、まあ、スタパンファンなら絶対買った方がいいです。